てくれたのか。どうも。天野さんがどうしても店を見たいって言うからさ。なんでお前制服なんだ。なんでもいいだろ。ならせっかくだからご飯食べていきな。そうします。なぎくんの家って1階がお店になってたんだ。庶民向けのいわゆる定食屋ってやつですかね。めっちゃあたりを見回してる。まさかとは思っていたが間違いない。様子を伺ってるんだ。見計らってる。実行に移すその時を。私結婚はしないわよ。ああ今更何言ってんだよ。うっせえなあ。黙りやがれクソ親どもが。勝手に好き放題やりやがって。子供に人権はねえのかよ。てめえらぶん殴ってでも反抗してやる。上等だからクソゲー。親のすねかじらなきゃ生きていけねえくせによ。二度と反抗できねえように教えてやんぜ。チチサチズしてんだね。すんまれクソゲー。てめえらだな。ちょっとありえるぞ。だって婚約者の俺をぶん殴る女だぞ。ナギくん、ナギくんってば。はい。トイレ行きたい。あちらでございます。とにかく天野さんが殴りかかろうとしたら止めに入らねば。